略火山ガスだ。なるべく吸い込まないようにな。相手する？さっさと片付けましょう。ダウンしたわよ。爆発するのか。火の扱いには注意しないと。このガス、風で吹き飛ばせるみたいよ。なんとか勝ったな。もっと強くなりたい。立派な扉、あそこを通れってことかな。でもこの溶岩じゃ近寄れそうにないわね。体勢を下げられたの？溶岩が固まったみたいだな。これで探索の範囲が広がったわね。調べてみて。あれ、こんな風景なのにあまり熱くないね。火のクリスタルが闇に覆われているはずだ。カオスがいるんだろう。ジャック、嬉しそうだな。ソフィア、お出まし。めやるぞ、ついてこい。キューブを見つけた。支度しなくていい？
さすがに暑いね。体力奪われる。避けて進む。仕切り直す。作り出した空洞か。面白いな。手当てしておけ。どうも気力が冴えないな。ジャックについていくよ。ネオン、任せてもいいか。ジャックに振り込むのに頼られるの。クリスタルが復活するとどうなるんだろう。
だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない？へえ。じゃあお湯が早く沸くんだ。そう、強い火はより大きなエネルギーを生み出すことができる。国の発展には欠かせない要素よ。でしょ。降りかかる火の粉を払おう。生きてやるさ。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいい。終わりだ。ネオ、任せてもいいか。当然。ついね。やってやる。熱気、意外と心地いいかも。ああ、そうだな。二人ともすごいね。ソフィア、頼む。任せて。切れそうだな。無茶しないことね。注意しろ。溶岩の向こうにも気配がある。
フィア、頼むぞ。任せて。ネオ、任せてもいいか。ジャックに刺さるキノコは私が払う。あれはキューブ。場所は覚えておきましょう。変更だ。さっき通ったところが見えるわね。ああ、少しずつだが確実に登っている。ショートカットできそうね。戻りは楽ができるぞ。やるか。期待してるわ、ジャック。なかなかの装備のようね。もらっておこう。そう、気を抜かないでよ、ジャック。ソフィア、頼むぞ。任せて。油断する。
だいぶ登ったよな。山頂が近いんじゃないか。ということはカオスも近い。気合を入れておけ。火のカオスを仕留めるぞ。ねえ、キューブじゃない？さて、どうするかな。いい夢を見ていた。泣き叫ぶ女、子供、血にまみれた城、光、嘆き、はあ、それなのにこのマリリスの眠りを邪魔したのはお前らか。火の力は渡さん。私の炎で焼き尽くしてくれよ。任せろ。これでどうだ。お。
ち。まずいぞ。話したか？黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったかな。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか？率直に言って、その解釈が一番楽だ。ジャック、アストスに話を聞いてみよう。火のクリスタルの熱波に飲まれた女、あれも幻影だったのかな。どうやらみんな無事みたいね。誰も欠けずに戻れてよかったわ。俺たちをここに転送してくれたのはアストスみたいだね。話を聞いてみる？あちらこちらにコーネリアの風景に馴染まない場所があるだろう。例えばこの塔。私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン？高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた？消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。